こんにちは、りょうです。前回に引き続き今日は元ブログの試運転です。今日は倉敷の街をぐるっと一周回ってみようと思うんですけど、今私はイオンモール倉敷にいます。倉敷からイオンモールの倉敷から出発してまたイオンモールの倉敷に戻ってきます。視聴者の方からいろいろアドバイスをいただいたので、今日は安全運転で頑張ります。やるぞ。では早速行っていきたいと思います。よし、じゃあ今日もスタートです。イオンの前の通りは結構大きな道なので、車もバイクも注意してくださいね。次の信号を左に曲がっていきます。イオンの周りをぐるっと回ってまず一つ目の目的地に向かっていきます。イオンの裏側を走っていたので、ありがとうございます。じゃあ最初の目的地来ました。こちら今坂津公園に着きました。この坂津公園は以前に企画で来たことがあるんですけど、ここも遊具があったりいろんな木々があって散歩もできるいい公園です。では次は、まだ企画の時に行ったんですけど、近くにある水辺のカフェ、とてもいい素敵なカフェがあるので、そこを通って次は市民会館方面に走っていきます。本当に木々がいっぱいあって自然豊かで、水も山も緑もあってリフレッシュにはぴったりですね。犬の散歩させたりとか、小さい子供たちもよく遊びに来てます。ここに見えますか、古民家みたいなカフェなんですけど、こちらです。来ました、水辺のカフェ。こちらが水辺のカフェさんです。では次、市民会館の方に向かっていきます。先ほどの水辺のカフェはテレビで相葉雅紀さん、嵐の相葉雅紀さんがロケで来てました。バイクで来てましたね。本当に素敵な
カフェで美味しいメニューもたくさんあるので、ぜひ気になる方は行ってみてください。いつも私は車移動がほとんどなので、たまにはこうやってバイク乗ってゆっくりと走るのも楽しいです。それやっぱ慣れるまでは車に抜かされるときに結構車との距離が近いので、ちょっと怖いですね。いや、ちょっと大きい通りですね。この横に通ってる道は先ほどのイオンの通りにつながってます。バイクで走ってるとやっぱスピードがなかなか出せないから、後ろ渋滞作っちゃうのがちょっと焦っちゃう。あ、地下道です。右手に見える大きな建物は倉敷中央病院です。あ、木村屋のパン、このパンめっちゃ美味しいんですよ。もう近いですね、倉敷市民会館。見えますか、なんかあるのかな。本日貸切になってる。本日倉敷市民会館は貸し切りだったので寄らずに、次はアイビースクエアに向かっていきます。とアイビスエアは本当にもうめちゃめちゃ近いのですぐ着いちゃいます。着きました。こちらがアイビースクエアのホテルになります。私は一度もちょっと泊まったことはないんですけど、ただもう本当に素敵なホテルなので、私もぜひ一度泊まりたいなとは思ってます。ぜひ皆さん倉敷に来た時はアイビースクエア寄って泊まってみてくださいね。ではいよいよイオンモール倉敷に戻っていきたいと思います。美観地区を前を通過してイオンモール倉敷に戻っていきます。よし、じゃあアイビースクエアを出発します。アイビースクエアにはホテルの中にレストランもあるんですけど、そこも本当にめちゃめちゃ美味しそうで、いつか行きたいなってずっと思ってるんですけど、いつか絶対行きます。皆さ
がこの後一周映るので左手にある建物を注意して見ててくださいね。こう見えてます。屋根の上にめちゃめちゃ犬乗ってますよね。あのお店もかなり倉敷では有名なお店です。このすぐ右手に倉敷美観地区が見えます。ここですね。左手には芸文館と右手には美観地区が見えます。以前私も企画で行きました。あ、こちら私の大好きなセカンドストリートがあります。目の前に見えるのは倉敷運動公園、野球場、陸上競技場、いろんな体育館とかいろんな施設があります。今日もしかしたらそれをやっ倉敷の小学生、私が小学生の頃に陸上記録会というのがあるんですけど、小学6年生の時ですね。それはここでいろいろ記録を測ったりとかして大会があります。赤白帽子っぽいのが見えるから今日もしかしたらその小学生とか来てるかもしれないですね。バスもあるので。もうイオンモール着きました。あっという間ですね。こう走ってみるとましたね。今一周ぐるっと回ってイオンモール倉敷に戻ってきました。まあ、少しずつ私も原付バイクの運転に慣れてきたかなとは思うんですけど、まだやっぱりまだ大きい道とかは走ってないのでもう少し慣れた方がいいかなと思うので、もうちょっと試運転気をつけながら頑張りたいと思います。もし何か気づいた点などがあればコメントでアドバイスいただけたら嬉しいです。今日私もいただいたアドバイス、グローブを用意して運転しました。よし、じゃあこれからも安全運転で気をつけながらツーリングやっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。